どうも、競馬育毛チャンネルのたけしですえ前回から特別企画として育毛とえ薄毛に関する相談ということで今まで何人もの薄毛を改善してきたプロフェッショナル育毛栄商者の富さんに引き続きお話を聞きたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします前回はですね、シャンプーの選び方だったり、はいはい、まあそのどういうところが問題があるかっていうのを聞いてきたと思うんですけど実際に 素人の、はい、え僕とか薄毛悩んでる全国の男性に対して、まあ、実おすすめのシャンプーとか選び方の話をちょっと聞いていきたいんですけども、はい、まず最初、まあ、今ねその市販の前回の話にあった、まあ、有名な女優さんとかあの芸能人が使ってるシャンプー使ってる人多いと思うんですけどそういう人に対してどんなアドバイスというかどんなシャンプーまずおすすめしますか やっぱり基本となるのはやっぱりあのー、アミノ酸か石鹸ベースの、はいうん、で作られているシャンプーを使うことが一番あのおすすめですね。うん、ちょっと前回のもし見てない人のために簡単におさらいしたいんですけど、はい、えっと界面活性剤いいのがあマトピによくないですね。あの石油系ですね。界面、うん、活性剤も天然界面活性剤もあるし合成界面活性剤ってもあるし。 活性剤自体はもうめちゃめちちゃゃあるんですよやっぱりその中でも石油ベースで使われている海面活性剤が一番頭皮に悪い、はいうんまあ、石油系のがじゃなくないってことですね、はい、じゃあそれに対してアミノ酸系と石鹸系というのを使うってことう、ね、うんちょっと具体的に教えてもらっていいですかじゃあ,あの基本的にその合成 あの石油系合成シャンプーっていうのは市販で売られてるものはほとんどの成分表に、はいあのー、ラウリル硫酸ナトリウムラウウリリルリ硫,酸硫酸ナトリウムとか、はい、もしくはラウレス硫酸ナトリウムラウレちょっと面白いとりゃ覚えきれないですけど <laughs> っていう、はいまあ、成分表示が後ろに書いてあるんですようんあ裏目と書いてあるんですね裏とほとんど、うんまあと、まあ、する スルホさんとか、うん、まあそういうのがあの基本的にはその石油系合成シャンプーのベースとなっているもので、うんうん、でまあやっぱりあのしし一般の方ってやっぱそこまで、うんあのー、成分表をチェックしてっていうのも、うん、まあなかなか時間ないなっていう方も。 おられるとそういう場合はやっぱ色で見極めることもできますし色色でうんはいはいはいああのま合成シャンプーっていうのは石油系合成シャンプーっていうのは基本的に色がついてます透明じゃなくてはい色がついてるそうですねであの石鹸ベースやアミノ酸ベースは基本的には半透明か透明色 うんうん、をしてますねんじゃあ一つの基準が透明か半透明だったらいいと、はい、そうですねまあでもこれってやっぱあの最近ではやっぱ、あのーししょあのー、消費者の方に、はいあのー、やっぱり石油系がよくない、うん、まあ石油系っていうとまあイコール高級アルコール系ともま,あまたの名を言われるんですけどななんか良さそうな名前 <laughs> そうそう高級って漢字もその高級なんですけど決して 高級ではないんで注意してほしいんですけど最近消費者の中でも良くないとでやっぱ業界側も対策を打って石油系でも半透明とか透明をしたシャンプーが最近出てきてるんですよめっちゃなんかやばいっすね業界の闇みたいな感じでそうまあの3 まあ、シャンプーって闇みたいなもんですから言っちゃったはいあじゃあもう悪く言うとねの一般消費者を欺くようないや本当にそうですよえ欺いてるんですよ欺いてる大丈夫ですこんな言っちゃって大丈夫です全国に放送されます大丈夫です名前出してな業界の企業の名前出してないんで企業はもちろんね 大丈夫ですうんだけどまあそういうちょっと部分があると、はい、業界的にはいじゃあそんな業界に対して俺たちはどうやって対策を打っていけばいいんですかやっぱりその、あのー、見極める力をつけるのが一番、はいあのー、最も賢い方法ですよねああ見極める力はいそれはでもそんな素人でもできるもんなんですか シャンプーの選び方で僕がおすすめする方法はまずは後ろの成分表を見るでまずは色チェックで次に分かんない場合は調味料で使うお酢あるじゃないですかお酢餃子に入れるか調味料あれで見極める方法もあるんですよへえそんな方法がはいじゃあそれもお酢を使ってどんな感じでやっていくんですかそれはえっと ってあるじゃないですかそこにシャンプーで泡立ってもらってそこにちょっとお酢を入れてもらうんですよ。で数的でいうんですかそれいやまあ数的じゃない量に合わせてっていうか感覚ですよね別に数的じゃちょっと多分シャンプーの方が多いんでじゃあある程度入れてみてでそれでその 泡が泡立てるじゃないですか。で泡が消えなければ石鹸合成シャンプーで泡が消えなければお酢で2つ目が泡が消えて白脱すれば白く濁る白く濁れば石鹸シャンプーかアミノ酸シャンプー。 どっちかんだからあの合成シャンプーは使われてあの合成石油,あの石油系海面活性剤は使われていないってことですねうんうんうん、うん、でもう3つ目が、はいえっと、泡が消えず、うん、白く剥奪すれば、うん、合成シャンプーと、うん、あの石油あの石鹸アミノ酸両方使われているってことになるじゃあ今ので、まあ、3種類の見極め方があって っていうことこ教えてちょっとねあの第1話で話したのに戻っちゃうんですけど、はい、ちょっと興味あるのがシャンプー業界の闇の話なんですよね。あ闇の話、はい、はい。でその前回聞いて他にももっとそういうのあるのかなと教えてほしいんですけどいやありますあるんですかはい,はい、はい、そこをちょっと教えてほしいんですけどそのまあ例えばアミノ酸酸菌ってって名ノトタとしても、うんはい、その。 あのー、まあほとんどの、まあ、日本のシャンプーっていうのは、はいあのー、成分が多い、e、順に書かれてるんですよ成分表っていうのはう裏のはい、はい、でそこで、まあ、表の表でアミノ酸ーって名乗ってたとしても、うんあのー、後ろが、はい、まあ多分水ときて、はいでまあ、そのラウレス硫酸ナトリウムって、まあ、これ、うんあのー、石油系なんですけど、はい、それがきてたらそれは、うん、あのー ベースは地球系を使っているいわゆる合成シャンプーになるんですよ石油系でもそこにちょっとからくりがありましてそのベースが石油系でも例えば一滴でもアミノ酸とか使ってけばアミノ酸シャンプーって記載できることになってるんですよね一滴でも一滴でも使われてればはあ あの100%のアミ網膜産シャンプーなんで、うん、ぶっちゃけあの原価的にも高いしうんあのシャンプーっていうのはやっぱりそのシャンプーは業界は、うんあのー、コスト安くして大量生産するっていうのが名目でやられてるんで、うんはい、それが一番石油系は一番、うん、あのコストが安くて大量生産できるっていうので合致、うん、してるんですよね。はあやっぱそうなんだ。あの純度 100%の,あのアミノ酸なんて5000円ぐらいしますから、はい、5000円、はい、むしろもうほとんどの人買えないよねそうですねうんまあこれはもう育毛剤でも一緒のこと言えるんですよああはいはいはい、はい、あじゃあ今売ってる育毛剤もほとんどが、まあ、そういう裏事情があっていやもう育毛剤の方がひどいですよね<も>育毛剤もひどい、はい、というといやもう業界の闇的に言えば もうほとんど効果のないいっちゃった <laughs> い<や>効果ないんですよとんない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 はいで、は、すいです CM でやってるね、はい、なんかあるじゃないですか、はい、そういうなんか日本で唯一のなんか育毛座ですみたいな、はい、特許取りましたとか特許取りましたみたいな、はいえー ああいうのもあれダメなんですかちょっといやもうあのー、その特許も何の特許かがよくわかんないんですよ、うん、でもう実際本当にた取ってるかどうかもわかんないし <laughs> そっからじゃきえば <laughs> でも本当にやっぱりそのイクやっぱりあの普通に、うんはい、そのイクモ材であのー、回復している方がおおられれば、はいうん、こんなにバン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 新しい育毛剤とか、うん、その 商品が開発されるわけないんですよ。<laughs> まあ、とか、変える必要もないじゃないですか。育毛はい、はい、剤なんて本当にまだまだ効果が少ないのが少ないです。うんまあ確かに効果があるのもあるんですよ。エビデンスに乗っ取った、科学<ー>的に。それは後ほどまだまだこのチャンネルで紹介したいと思うんですけど。はははいはいはい、はいね、そっかじゃあままだまだ 僕たち消費者は知らないことが多すぎると、はい、そうですねあの、うん、特に薄毛でまあ悩んでる方は、うん、まあ僕そういうまあ英習者って習ってるんで相談されるじゃないですか、うん、まあそりゃ入らないよねって言いますねプ <laughs> ロから見たら入らないのは当たり前だとはい、はい いやでもその状況なんとかしたいですよねそうですね、うん、やっぱりその,あのちゃんと商品を選んでいくっていうのが、やっぱ、うん、あの一番のポイントとして、そこを、まあ、ポイントにしつつもっといろんなね、はいまあ、大事なこともあるだろうけど、やっていいいいかないといけなとけもっと、まあ、ありますし、うん、あれなんですけど、やっぱり一番、まあそこも大事だってこと,とうん。うん 毎日使うものだからこそちょっと神経にやったほうがいいんですよはいはいかといってあのゆしゃがいいとか一時期流行ったじゃないですか何シャンプーつかないでもお湯だけで洗い直すみたいなあれはもう絶対やめといたほうがいいですあやめたほうがいいんだなんかね友達にも一時期やってた人がいてすごい髪の調子よくなったみたいなこと言ってたんですけどね実際はよくないいやそれ多分プラシーボ効果ですねプラシーボ効果 もうそっかじゃあ,、まあそれもねやっぱりいろんな意見流されちゃってる部分があるけど、はい、やっぱりこうやって話聞くと本当正しい、ね、知識を今まで得る機会がなかったというか、はい、ね本当に知らないって怖いなって思いました本当にじゃあちょっと、まあ、今日もね、まあ、もう時間も時間なのでこの辺りにしたいんですけどまた次回以降ちょっともっと具体的な話聞かせてもらえるんですかねちょっといやもう全然あの、はい、まだまだありますまだまだはい 個人的には食生活もそうだしドライヤーのかけ方とかたくさん聞きたいんですけどいやもうまったまったあります僕は27で若手になって今32なんですけど5年間勉強してきましたし5年間まあ今もまだまだやっぱ追ってますね勉強はんかもうすごい勉強して海外のね論文とかも取り寄せたりしてるんですよねそうですねエビデンスに 乗っ取ってるのが一番やっぱ信憑性はあると思ってるんで、うん、個人的には、うん、まあ確かにやっぱりはい,はい,、はい、いやもうそんな飛さんにちょっとこれからも、はい、このもしねこれが好評であれば第3弾第4弾動画撮っていきたいと思います、ね、そうですねもっともっと具体的に教えたいことも、はいはい、もっと教えていただける具体的に、はい、ありますしちょっとはい。その時はよろしくお願いしますぜひよろしくお願いします、はい じゃあ今日は、えー、競馬育毛チャンネルということで特別編として、えー、前回と合わせて前後編お送りしてきましたまた、えー、好評だったり、えー、意見とかあればですね続けてやっていきたいと思いますのでなんか疑問あればコメントぜひしてくださいよかったらちょっとコメント、ね、あまあはい、はい、全然質問とかあったら返事よろしくお願いしますありがとうございます、えー、では今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございましたではまた